手榴弾4型とは第二次世界大戦末期に日本海軍で製造された手榴弾である第二次世界大戦末期終戦が近づくにつれて日本国内では連合国軍による爆撃や海上封鎖によりあらゆる物資が不足していた特に金属資源の不足は深刻で社会から金属製品の供出を行わなければいけないほどだった日本海軍でも苦肉の策として それまで鉄で製造されていた手榴弾の材質に陶磁器を使用し製造に至ったものである。開発は名古屋のある陶器会社が最初であるとされ、その後は有田やハサミといった瀬戸物生産で有名な地域でも量産が行われるようになった。ただこれらは手榴弾本体の製造にとどまるため内部に充填する火薬や新幹など起爆装置の部分は海軍あるいは 民間の別工場で生産されていた。構造は基本的に手榴弾の玉体部分の材料に陶磁器を使用し、その中に88式爆薬を詰めたごく簡単な作りになっている。形状は手投げの毒ガス弾などをモデルにしたためか、全体的に丸い作りになっており、発火方式には発煙筒同様の摩擦発火式を採用、手榴弾上部にある新幹には防水の目的から、 ゴム製のキャップが取り付けられた。玉タ体タ自身も、当時器のため、破損、水の浸透、取り落としなどの防止の目的から薄いゴム袋で覆われていた。使用方法は、新幹に取り付けられているゴム製キャップを取り外し、内蓋である木製の摩擦場も取って裏返す。次に裏返した面に塗られた摩擦剤で、銅化線先端に付けられた添加剤を摩擦することによって添加し、 投擲を行う。これは自動車に装備されている発煙筒の発火容量とほぼ同じである。当然ながら、陶器製の外角では火薬の爆発に耐えられずすぐに破れてしまうため、炸裂時に生成される破片の速度が上がらず、殺傷力が金属製の手榴弾より劣っていた。なお、金属類回収例を受け、当時はあらゆる金属製品の代用として、いわゆる 大洋陶器が開発流通していた。当初は通常の陶磁器の域であったが、製造時にベークライトなどを混ぜることにより、鉄器のような強度を持たせることに成功した。だが、四式陶製手榴弾の本体がそのような成分であったかは定かではない。実際には他の物資の不足により感染建造が滞った結果、鉱材に関しては余剰が生じていた。物資不足に対する、 切羽詰まった状況によって必要がない部分まで金属材料の節減に走ってしまったと言える。同時期においてはアルミニウムの不足により航空機の構成化が試みられている。他国においても物資の不足などを理由とした代替品による手榴弾の製造例がある。ソビエト連邦の統制手榴弾、ナチスドイツのコンクリート製手榴弾や金属製の外角を持たない。 ニポリト製手流弾等がある。テレビ、東京系列海運。何でも官邸団2017年8月1日、放送。ありがとうございます。